回動かし始める。いつ作ったか忘れちゃったんですけども、最近ちょっと歌ったら特定秘密保護法になんか反対するふさわしい歌があったみたい。何歌が歌ってるんですか。あと1月の18日19日に福島に行ってきまして、希望する人全員に健康診断をやってくださいという署名を集めてきました。東京から行って何かこうクレームっていうか何か嫌なこと言われるかなと思ったら全然そんなことなくて、まあ、東京と一緒で、まあ、皆さん快くしてきてたんですけども、びっくりしたのがですね、高校2年生の女の子かな、ハンドボール部をやっててですね、で国民健康管理調査でですね、二次検査が必要だと言われてるんだけど、そのままほったらかしてですね、クラブ活動ずっとやってるっていう女の子がいて、学校とかそういう人ほっとくのかなと思って、子ども健康のことですよね。まあそんな話を聞いてきました。ではいつも歌ってる。福島って歌を歌います。Yeah!危ない現場中止めよう、知らない現場止めるよ。
戦略特区の勉強をしておりまして、いやーもうなんか一日一日内容が深まっていって、まあ楽しいやら悲しいやら怖いやらで戦略出てるんですか。いや、なんだっけ、特化、国家戦略特区。それで、まあ私あの医者なんですけど、いつもあのメールを送らない医者友達をですね、こんなもの東京で始めたらあの医療も福祉も全部ガチャガチャになるぞっていうメールをですね送ってここへ来たわけです。どうぞ。病床が増えると国保が赤字だと言ったんですけど、あれは本当ですか、夏さんが。ベッド数が増えると保険料が増えて、保険料が増えて国保が赤字だとか夏さんが言って、夏理恵さんって言ったんですけど、国家の戦略ですね、ベッド料金。いや、それは本当に病院のベッド数をですね、各地域で数が決められてるんですよ。だから病院が今勝手に増やせないんです。届けを出て、まあ、東京都は東京都に届け出て、いくつならいいよとかですね、なんとかっていう話なんですけど、今むしろ入院は減らそうとしてるんですよね。病床減らそう、でできるだけ入院期間を短くして外来で治療しようという流れになってます。で、那須さんがね、おっしゃったことのもうちょっと正確な言い方を汚いと分かんないんですけど、おそらく国家戦略特区ではそういうその地域ごとの病床制限と別の特別な病床を許可すると、おそらく自由診療になるんじゃないですかね。で、特殊な治療をそこでしてもらえる、そこに行けば。それで
タイマス買い放題とか。タイマス買い放題とか。ああ、あるかも。まあまあ、やめました。で、なんだっけ、そうそう、だから、例えば病院のお食事も、あれ、診療報酬で決まってるんですよね、いくらっていうね。あれ、治療食って位置づけですから、高血圧の人には何カロリーで塩分が何カロリーとか、いうことで、治療の一環としてお食事を出してるわけですが、そこ、セレクトップの中では、まあ、自由診療なので、お部屋はホテルに移して、そこでレストランが入って、でそういう、まあ、半ばリゾートに、ですね、治療を受けられるみたいな、ことで治んないじゃん人儲けしようと豪華なもんじゃん、はいね、そうすると大病院と中小病院ってあるじゃないですか、そこら辺の競争も出るというか、はい、もう一つ今病院はですね、医療、公益法人とか一般法人と言われている法人なんですけど、基本的に株式会社ダメなんですよね。だから利益を利潤を追求しちゃいけない、だから株主をに株を売ってですね、で株の配当性みたいなことやっちゃいけないことなんですね。でそれがそのトップの中ではそういう経営形態も緩和されるだろう。だから病院でも OK よ。だからアメリカ式ですよね。で、これ岩上さんのジャーナルに載ってましたけども、もう保険会社と提携してるわけですよ。で保険会社が診療内容を制限していくと。例えば糖尿病の人がですね、まあ、内科の患者さん、内科の人かかりなさいというところは、その契約の中に内科以外はかかっちゃいけないとなってると、糖尿病性網膜症っていう病気あるんですよね、はいはい、目に来る、はい、ところが、保険の契約で内科しかかかっちゃいけないから、眼科にかかれないとかですね、そういうこと実際アメリカで起こってるんですよ。だから今はどんどん眼科行けっていうの、だからそれは必要、今は必要であれば、むしろ糖尿病の先生は、糖尿病はいろんなところに合併症が来ますから、心臓に来る、頭に来る、神経に来る、腎臓に来る、目に来る、なので、一通りどのくらいまで合併症があるかということを見なくちゃいけないので、紹介して、眼科の先生に見てもらうわけですけれども、例えば、アメリカの民間保険の安い契約の保険だと、そういうことはできなくなるわけですね。で2008年後ですかね、医療崩壊って言われた頃にいろんな本が出たんですけども、例えばその契約してる保険会社がですね、どっかの病院に行きなさいって指定するわけです。そうすると近所の病院じゃなくてちょっと遠い病院に入院しなくちゃいけないとかですね、そういうことが実際アメリカで起こっています。それからもう一つ、民間保険の人がいるので医者はやったらに書類を書かされます、アメリカでは。で私が読んだ本では、4人いる産婦人科医のうち1人は書類抱き専門とかですね、医者が、医者が。だから堤美香さんがラジオで言ってましたけれども、非常に収入いいんですけれども、今度は医療事故のね、その訴訟に備えて医者は保険をまたかけなきゃいけないわけですよ、ね、ほとんど保険料で取られちゃって、いろいろ収入多いんだけど結局手元に残るのは年間1000万とかね、いうお医者さんがいっぱいという話に行きました。そういうことが日本でも現実になるんじゃないかと危惧をし、政治向きの話で恐縮ですという書き出しで始まるメールをですね、医者の株にちょっと送ってきたんですけど、でまあ雇用じゃない、自分が特で、まあ、一番問題なのは雇用ですよね、とりあえずね、非正規なんか労働者派遣法のですね、改正をしろじゃなくてですね、なくせという運動、あれは差別 法律だということで、まあ、そういう解雇された人たちに一緒にやったことが、別にもうその時に作った音です。出直しソング、thank you.
仕事が多くですね、小麦さんにさ、自分の携帯見てですね、カタッとしたら電話かけですね。2月9日知ってる選挙だよっていうつぶやき、つぶやきじゃないです。あのいわゆる小読みってそうですね、勝手に、丸々さん選挙事務所を語ってですね。で、実はですね、今日ここに来る前にですね、昔一緒に働いた看護師さんに電話したらですね、ちょうど夜勤明けで目が覚めたところですね。話したらですね、私は共産党は嫌いだ、小泉も嫌いだ、だからといって松江さんに入れたくはないとかいう話を永遠としてました。残るは言うよ。で、いや、まあ、俺もさもやだ、さもやだ、俺も共産党が好きなわけじゃないけど、ここで言っちゃうけど、娘さん、お願いしますよという話になってて、とか言って、で、そのね、年越し派遣村の村長やってたんだよとか言っても、みたいな感じであんまり反応なかったんだけど、一番受けたんですね、宇都宮さんですね、女性を副知事にするって言ってるんだぜ、あ、それいいなって言うんです。
ですよ。あの候補者の、まあ、僕はあんまりあの細かく見ないんであの、まあ、松添さんと細川さんと、内村さん見てるんですけど、女性を告知にするとビシッと書いてるのは彼だけです。もうなんかうん、それいいなって。危ないですね。やだ、最悪。でも、松井さんに勝てるのとか言って、でもさ、名護で勝ったでしょ、ナミさんが。で、彼女、この間までね、沖縄で働いてて、沖縄のことはね、すごく大事に思ってて、あ、そうだよね、みたいな。だって18年はクソ止めてるわけですよ、このイベントをね。だからまあそのいや、まあ、だってね、あの南根さんが市長になったからといって、すぐに危険ですとかないんだってないけど、これからまた市民の部分でね、こう戦いがね、始まるんだけども、でも、あのね、民草の意思を示したってないじゃないから、あっ、私は実はこれから、あの、実名投票に行こうと思ってた。先生、あっ、来たんだよ。今まで細川さんに引っ張られて出ようと思ったけど、先生の人に出るよって言って喋ってるうちに何歌おうか忘れちゃったんですけど、まあ、あのなんか脱原発がですね、だんだんあのその経済特区の話がだんだん 1% と 99% の話になってきたということで、ただいまー寒ー 99% この世界を生きる 99% 宇都宮勝たせる 99% この世界を生きる 99% 宇都宮勝たせる。
あと1曲大丈夫、寒い、寒いそうなんだけど大丈夫。はい、それでは若手登場ということで。あ、そうかそうか、はい、彼の時間を大丈夫。